南メダカは脱木メダカかメダカ族の魚類である。体長を4センチメートルほどの淡水魚。学名オリジースラッテップスは稲の周りにいる、足の広いという意味である。従来は北のメダカと共にメダカ一種とされていたが、2012年に北のメダカと分離された。本種と北のメダカは遺伝的には別種と言って良いほど文化が見られるが、 生殖的隔離は認められておらず、両者の分布境界にあたる単語、田島地方では、雑種の存在が確認されている。この大きな遺伝的文化は少なくとも、数百万年前には発生していたと言われている。本種は、アロザイム分析によれば生息している水域ごとに、東日本型、東瀬戸内型、西瀬戸内型、山陰型、北部、九州型、大隅型、 有明型、薩摩型、琉球型の9種類の地域型に細分されるとの結果が出ている。さらに、ミトコンドリア DNA の解析からはこれらの水域ごとの遺伝的に異なる、個体群にはそれぞれ相互に異なる、環境適応の構造が検出されている。日本外来種の仮ヤシと似ており間違われることがある。南メダカと仮カヤシの違い。 絶滅危惧通類環境省のレッドリストに絶滅危惧、通類として記載されている。以前はメダカ一種の記載であったが、2013年2月の第四次レッドリストでは、メダカ南日本集団に分けて記載された。 http://www.cbr.mlt.go.jp:/chugi:/topics:/meda:/final:/indexed:/htm. i 愛知メダカの学校調査、ハット ABCD 日本魚類、学会自然保護委員会、メダカ、人為的な放流による、 遺伝的格乱、魚類学雑誌第57巻第1号、2010年、76から79ページ、2011年12月1日、閲覧。環境省報道発表資料、第4次レッドリストの公表について、環境省、第4次レッドリスト、寄水、淡水魚類。ありがとうございます。